今回のホームは虎松・ひなやまんペア。ついに仁義なき夫婦対決が勃発。ゼロポイントで終えれば最下位脱落が確定するコング・ひなさわペアはこの危機を乗り越えることができるのか。ペアパチンコバトル第15章9回戦バトルスタート。そうね、まあ、アマも打てるけどね。これアマか。そう、いやもうさ、無双とか源さん今日行かなくていいんだよ。なんかすごい、うん、気楽だ、気楽だぞ。絶対打つことはない。今日無双はドラム海もありますよ。俺ドラム海大好きなのよ。決まった？まだ、もうちょっと待ってる。早く打ちたいんだけど、うん、時間が、もうちょっと待ってて。ちょっとすいませんね。選んであげようか。そんな気がしない。いや全然そういうのじゃないから。選んであげるよ、うん、あと今日もし負けても、今日もし負けても家庭に持ち込むなよ絶対に。それはどうかな。ねえ、それは離婚とか言うのよ。それおかしいからな。それはどうかな。それはおかしい。回ればもうかなりの確率でプラスになります。では、銀ギラパラダイスをやります。いやいいね。しかし向こうのチームとこっちのこの温度差ね、今回ね。ねえ、いや朝から平沢ピリピリしてたもんな。てかね、もう1週間ぐらい前からすごい気合い入ってる。あのやつね、なんか神頼みでなんか神田明神行ってお祓いしてもらってきたとか言って、絶対もうなんか取り付いてるから、これはもうお祓いしてもらわなきゃとか言って絶対そんなののせいじゃないと思うけど。そうそうよし、うちらは海打ちましょうか。私これで行こっかな、朝一。うん、いいじゃない。176番台。うちら海好きだな。海好きだね。よし、やるぞ誠。やろう。今日はでもなんか自然体だから結構いいかもしれない。本当に、うん、今まで何だったん、うん、今まで緊張感が、極度の緊張感があった。極度の緊張感があった。そう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 。私は今日のために、うん、厄払いも行ったし、除霊もしたし、大丈夫、うん、いける。行こう、行こう、もう頑張ります。目指せ2万発イエーイ。大海物語4スペシャルからスタートのコング平沢ペア、崖っぷちに追い込まれた2人。果たして今日で最下位脱落が決まってしまうのか。まあ、正直そうだ。え、ビッグバイブ。マジで弾がなくなってしまった。ギョ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 、あ、わかーん。だって僕 100% なんでしょ。はい、朝から楽しいね。相変わらずいいリアクションするね、うん、大丈夫。これ私ペアパチ落ちたら、うん、妊活する今日めちゃくちゃ大事な一戦じゃん。そうなんです、ね、人生かかってるんですよ今日。私のやばい、さらに重たくなっていくあとなんか神田明神行ったんですけど、はいはい、厄払いした時にジンジャーエールっていうこれもらったんですよ。何ジンジャーエール？なんかジュースなんですけど。まあジンジャーエール、そうだね。あのガチの生姜が入ってて、あ、すっごい美味しくないの。でもご利益はあるんじゃないの？そう、あの神様のものだから全部飲みましょうって。飲んでないじゃん。でちょっと思った、飲んでねえじゃんかよ。思ったより生姜きつくて朝飲みきれなかったから持ってきたの。飲まなきゃって思って、神様に失礼だから。いや多分飲まないと効果ないでしょ逆に。それ飲み切った、うわー、生姜。でも私もやれることは全部やってきたんです今日。だからこれで負けたら、まあなんか俺のせいだよ。しょうがないと思う、生姜だけにね。あの神様が子供作れって言ってるのかなってそんな綺麗にスルーしゃんでもええやんかさ。こちらがちょっと引くほどこの一戦にかける平沢。この熱い思いはマリンちゃんに伝わるのか。お、チャンス目。あ、マジで。全長少なめにしてるから熱いよ。熱いぞ。50パーぐらいあるよ。2回目来い。あ、ノーマル。熱い熱い、当たり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 だよ。あー、よいしょい。チャンスメーカーのまるは当たりだよ。67回って早いね。当たった当たった当たった。お祓いの効果あったじゃない。ありがとう神様。今日のためにもう前回ペアパチ終わった時から準備を始めてきました。
それぐらい真剣にやってるわけですよ。もう今日にかける意気込みが違うよね。はい、ただ通常でした。引き戻せばいいんだよ。薄いとこ引いたな。サメ、トラマチねえ、すごいジンジャーエール。サムからの格変昇格、神様にお願いした効果がありましたね。キラサはご機嫌です。いや、それはわかる、伝わる伝わる。止まれ、あーダメだって。おい、進んだ。お、すごいね。進んだ。いい波乗ってんね。いい波乗ってる。180。玉が減ってくよ。え、今6倍離れ。すごいね、結構レアだね。あ、4点敗。ダメだよ、ダメだよ。そんだけ粘って4点敗とかきついね。やめて、ふざけ。今ちょっと悪い口出たよ。252回転4図柄。あわかー。あ、炎目。え、本当だ、珍しいね。あー、結構熊の、あー、ビッグバイブ来た。それは熱いんじゃないか。もう全図柄炎目。全図柄炎目。きつ。それ外すのダメでしょ。ね、今のは外してダメだよね。今のはきついね。当たると思ったもん。うん、あー、通常時に戻ってしまった。せっかくの格変大当たりも大ハマりからのワンセット終了。果たしてこれから2人に待ち受ける運命は。いやー、こんなはずじゃなかったんですけど。2枚目入れます。2枚目入れるつもりじゃなかった。私ももう2枚目なんですけど。いや、もう2人でアマデシで、アマデシの島で1回も当てれてないからね。ねえ、アマデシ中心に攻めるも予想外の苦戦を強いられるトラヤマンペア。そろそろ初当たりが欲しいところだが。そんなことだな。おー、いったいったいった。これ多分花火タイム入ります。やっと何か引けた。よいしょ。20回転か40回転。まあ、この分だけね、Uタイムの回転数がこう進めるので、もう引ければ引けただけお得っていう。だ、この辺がね、この台の甘いところなんだよね。時短ですか。時短、時短。うん、時短20ね。まあ、ほとんどこれなんで40引けたらラッキー。おー、7。あ、これ熱い熱い熱い。あの 7絡みのダブテン。でもね、大体6が揃っちゃうんだよね、これね。7だったら、あ、6だよね。お、当たった。はい、148回転 U タイム中でした。これね、7ぞろいだったらね、でかかったんだけど。ただこの後は10回転の ST 入ります。19分の1ぐらい、大チャンス。魚群ちょうだい。魚群が綺麗なんよこれ。魚群、あー違う、意外とあっさりあるよ。ない。おー、しゃ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 、いいね。ね、泡で当たりましたね。はい、3回転で、キスズからなんで6ラウンドですね。おい、お、金魚が当たった。いただきます。美しいっすね。いいの見れた、いいの見れた。ついにエンジンがかかり始めたトラマツはこれで3連目。ドラム海の甘いスペックをどこまで引き出せるのか。めちゃめちゃこれオーバー入賞決まるから。お、まただ。すごい。すごいね。いいの、いいの。ラッキー。山さん、ちょっと待ってね。2じゃない、2じゃないので、2じゃないので。2回転。4ラウンド。やれてるね。やれてる。ね、おー、クールジャパン。熱いよ、熱いよ。クールジャパン、ST 中のクールジャパンはちょっと外したくないけど。ね。おー。
やれてます本当に、9回転、まあ5連チャンしてくれてね、2000個以上、うん、球持ちましたんで、どうする、移動します、移動しましょう、うん、移動しよう、じゃあどうだろう、あ、当たっちゃったまさかの抜け保留で、時短が当たりました、時短抜け後2回転で、別にいいんじゃないですか、でもまあそうだけどさ、中止を目指せれば、まあそうだけどさ、まあそうだね、私あんまり闘争心ないんで、もうね、平沢と割って2にしたいあいつ闘争心の塊なんだもん、私なんか人に負けたくないみたいなのないんですよね、ないよね、はい、平沢はね、本当喫水の負けず嫌いですから、だからこういう番組には向いてると思うんだよ、だけどね、そうですね、うん、だけどね、ペア溜まったもんじゃないんよ誠さん大変だと思うよ、もうお察知します、本当、おー当たるんだ、すげえ、油断してましたノーマルがビタッときました、いろいろ時短とか絡んでますけど195回転です、山田さん当たったよ、お、当たってる、当たった、これ抜けたらやめよっか、じゃあその後、トラマスは再び ST 連開始、ここで平山の分までリカバリーしたいところだが、さあ、抜けましたね、4連チャン、素晴らしい、ただこれでほぼ投資分ぐらいはね、球持ちましたんで、これ持って移動したいと思います、ハイジでもいいな、ハイジ打ってみる、ちょっと前回当てられてないっすか、確かに、アキナでもいいけど、いやもう本当超負けました、一気にスペックを上げてミドルタイプに挑むトラマツと平山、現在首位の意地を見せられるか、アキナ打ってみます、こちら再び初当たりを目指すコンヒラペアだが、知らん機種名ばっかりできるよね、多分、あー当たった、おーしりとりすげー、しりとり強いよ、しりとりすげー、でもさ、また通常でした。上がるかもしんないじゃん。ラッキー。で、塩野さんが、俺らしりとりしてたら当たるからって、お前らも当たんなかったらやっとけって教えてくれたの。しりとりすごいね。はい。はい。出てこない。熱いじゃん、光った、光ってない、止まってよ、うわー痛いね、トレジャーモード、トレジャー炎目だけど光っとらんのよ、これ外れるんでしょどうせ、いや最後にその時に光るのが一番多いから、本当に今時短で引き戻して平沢2連目、いい感じです、それじゃありがとう、もうどんどん打つよ、はい、迷わずに、迷わず、今日はもうぐたぐた言わない、あ、炎目だ、炎目、炎目、炎目、そんな出ないって、光って、あーダメか、炎目そんな出ないよ、なんか炎目に好かれてるみたい今日、まあ4000発はあると思う、ああ戻った戻った通常時戻っちゃったよ、今のところいつも通り足を引っ張るコング誠、前半戦のうちに初当たりを得ることはできるのか、ワンちゃん、いやでも堅いの打ってますよ、チャンス目、光る光る、光って、もう今光っちゃえ、もうなんで、いやー、はあ、疲れた多分このタイミングで光りますね、あ、戻った、 ひっそりひっそりありがとうございます、23,500円です、はい、おめでとう、いや、まあ、こっからこっから、いや、よかった、いや、今の出来栄えよかったな、当たってよかった、ここ、来い、お、来た、おい、やったね、
ここでコングは核変大当たりに昇格。相手ペアに差をつける大チャンス到来。さらに、あ、金魚だ、金魚だ、マジか、マジか、今日いけるよ。いや、今日今日いけるよ。いや、これ調子乗っていけない。いや、金魚群はね、保留大臣の核変大当たり濃厚なんで、お泡ですね。すげえ鳥肌立った。今俺もちょっとびっくりした。あ、すごいよ。でかいね。でかい、めっちゃでかい。でも確かに大見本を打ってる時、今度はいつも出してるんですよね。あ、まあ、確かにそうかもね。核変球はですね、これ 100% にしててもこれが光らずに当たったら通常で、光って当たれば核変っていうルールがあるんで。すごい当たってる。当たった。すごい。イエーイ。お、当たる。当たる。当たる。いやー、何もないから当てろ。チャンスアップ。何も、光った。当たった。当たる。当たった。当たった。なんで応援してる。応援してる。こっから1万発ぐらい出してくれるっぽいんで。頑張って1万発。あ、コングさん、はい、次のはここにあるんで。 ありがとうございます。これで投資分ぐらい取り戻したな。イエーイ。これで打つらもうプラス、プラスだね。プラスだね。もっと当てて、いっぱい出して。あー、絶望の8。チャンスアップもないんで。手前止まれ、手前、やばい、当たっちゃった。当たっちゃった。まあでも4連チャンはね、十分なんで。平均十分、十分。終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。4連チャン、コングは起死回生の4連終了。これで完全に流れはコングと平沢か。そろそろ、あ、来た、ウリンのブルブルチャンス。あ、マジででかい。ちょっと俺も見よう。お願い、お願い、優しく押して。優しく、はい、優しく押します。優しく、優しく、優しく。全然動かへんやん。ダメなの。うわー、うわー。え、こっから当たることはもうない。あ、サブで、サブでることある。うわー、ダメか。ダメだー。今の当てたかった。当たれば確変だからね。しかもさあ、それでは開示、持ち玉使って打っていきましょう。弾球目視録開示5を打つ虎松、ミドルでも初当たりを得ることはできるのか。あれ、あ、発展してる、発展してるよこれ。さあ、ボタンもね、ブルブルしてる。これがデフォルトかどうか分かんないんだけど、そこそこチャンスだと思われます。最終決戦だって。一番強いリーチ、一番かどうか分かんないけど、注目エースの1個っていう激アツリーチに、あ、おー、あの形から発展するんだ。え、行ったんですか。お、昇格だって。あ、でもここにあと3つあるからね、かなり熱い状況なんじゃないの今。そうだよね、チャンスアップしていくってことだもんね。さあ、ここ大事を土下座して、利根川、利根川、おお、よし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 。さあ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。いやー、ここは当てたい。移動して18回転目。あー、どうなんだろうね、ここは。いや、手をかざせやって、はい、おーし、いただきました。あー、当たった、すごい、当たった、初めて当てた回数。すごい、すごい、移動18回転、はやー。なんと、移動してわずか18回転で大当たりゲット。さあさあ、ラッシュに入れられるのか。うん、ただ、まあ、どっちにしてもこれ10ラウンドなんですけど、 50% でいいカードバトル取ると、まあ振り分けそっちの方がね、そっち取れてるといいですけどね。さあ、これがもし連チャン勢いだと、平沢さんね、大ピンチですよ。平沢さん、ちょっと昇級が少ないんだね。昇級が5か、昇級5個、はい、
どうなんだろうね、ちょっと弱めなのかな。さあここどうなればいいんだろう。原作通りだったら石田さん落ちていくよ。ああダメっぽい、ダメなのかな。あと多分最後の、あここね、ここはい、あーこれで、時短1回転っていうファイナルチャレンジってやつを引いたと思います。時短1プラス残保留、まあ何にせよ 6.2 分の1で引けば、まあここから連チャンいきますんで、平沢を倒す。さあこの1回転で 6.2 分の1止めてればいいんですけど、若干厳しめ。さあここの球樹木、あーダメってことだもんね。ここで土下座してこっちに来ればよかったのか。結構あっさりだな。いやー結構切ないですね。あー待て待て、単発です。山さん単発だった。あらいやちょっと今日ねやばそうですね。うちの平山選手が今日も絶不調ということで。わー当たった。うそよ。はお前勝利行ってこようかな316回転バーターグース、バーターグース。いや今ちょっとトイレ行って深呼吸して悪い気を吐き出してきたの。ドキッとしちゃった今、心臓止まれたと思ったサムありがとうね。サム出てくないけど光った今の回転開始時気持ちいい。いやキスキス、あーサメやった、一緒に当たったね。あ同時に当たったね。あっ走れよし今日はここが来てる。うまいうまいうまい。コングと平沢はほぼ2人同時に大当たり。しかもコングは格変、最下位脱落が迫る土俵際でコンヒラペアが見せてくれます。コングさん喜んでよしよしよしってボタン3回押してた今の最終戦の勝ちを出したあ私たちまだプラス域にいます。いますいます、うん、よしやばい、あーノーマルだ。走れ走れ、やめて。おお、あ走った、うまい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 、もう今日うまいぞ。すごいあー誠が仕事してる嬉しいよ、感無量だね嬉しい、よかった役払いって。だって今日はどっちも足を引っ張ってないの珍しく。確かにね、今まで一度もなかったこんなこと。初めてだね。あ、終わっちゃった終わっちゃったまたすぐ当たりそうだけどね、あなたもで。よし、おいおい早いって。あ私2箱しか持ってないのか。でもそんな絶望ある、1回転当たってるけど早っ。1回転ですよ、これ何も楽しいんじゃないよ今その後コングは3連で終了してしまったものの、大きなアドバンテージを持ってコンヒラペアは前半戦を終えた。はい、ということで後半戦、はい、引き続き私たちは海をしたいと思います、うん、なんとですね、ご飯食べてる後、食べ終わった後で私マスクぶっ壊して、マスクしないもんね急いでコンビニに走って。いやこれも今後のマスクかもしんないよでもそうだねそうだね頑張りたいと思います、はい、頑張りたいと思います。目指せ1万発、イエイイエイ。なんかね、はいはい、ムカつくのが、ムカつくのが、はい私マスク壊れたじゃないですか、はい、で帰ってきたんですよ、うん、不吉だねとかって言い出してトラちゃんが、あはいはい、で駅は今日なるべく楽しく終わりたいから、うん、ネガティブな言葉は言わないって朝から言ってんのに、まあそうだね、なんでそういうさ煽るようなこと言ってくんのかなと思って、なんでそうやって駅の湿気を魚でするようなこと言うんだろうトラちゃんはなんかでもね、うん、日傘は今やっぱ通常日傘しか引いてないから、それで流れ変わる可能性はあるよ、マスクでね、マスクで、うん、あと白いマスクは白星を呼び込むっていうのもあるからやっぱ
そうなの。いいんだよ、今作ったけど。あ、そう作り話かい。初当たりは軽いものの、まだ最高が2連と振るわない平沢。最下位脱落回避のためにも大量出玉が必要だ。あ、まあ、来た。ビッグバイブ。魚群、魚群、魚群。あ、わかなれならないか。なれ、まだ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 、なれ、あー、ならない、ダメか。うわー、まず後半戦最初の当たりを早く取りたいね、こっちか。行きたいっすね。うん、この流れ切らないために。神様、飲んだよ、全部。あ、おわ、おわ、違うか。え、おわだよね、今、やっぱそうだ。270回って。おわを見間違えるのやめてもらって。ライターさん。いや、なんかすげえ密集してる、この泡と思って。あ、それがおわです。奇数が欲しかったね。欲しかった、また偶数回。キュン。あー、あー、言わない。抜けちまう。またしても核変を呼び込めず単発終了。これではまだまだサダマプラス1万発にはほど遠い。まあでも単発でも、ね、1500もらえるから海は。そうですね、それが海のいいところだ。はい、後半戦でございます。あの、アキナはすごい面白いんですけど、まあちょっとさすがに迷惑あんまかけたらいけないので、もうちょっと打ってダメだったらおとなしくトナちゃんの横のカイジに移動しようかなと思います。もうちょっとだけ頑張らせてください。さあ、それでは後半戦引き続きカイジ打っていきたいと思います。ちょっと平沢に後半頑張ろうなって言ったら無視されました。恐ろしいです。彼女すごい気合入ってます。平沢はね、多分相当ピリピリすると思うんですけど、まあ、こればっかり勝負ですからね。怖いな。いやいや、負けに行くことはないよ、やっぱね。今のところ一度も大当たりが引けていない平山、後半戦で流れを変えられるのか。あ、これめっちゃ熱い、これめっちゃ熱いですよ。この人のフリーズめっちゃ熱いんですよ。よえー、あ、でも金だ。え、これだいぶ偉いと思うけど、ダメやな。なんで砂の人出たの。ダメか。50% ぐらいやったんですけど、ダメだ。じゃあ開示に行こっかな。全然違う。ダメ。全然違う。あ、でも赤になった。え、それ赤保留じゃん。赤保留になりました。誰が乗ってる。私が下手だったみたい、押すの。え、誰も乗ってない。誰も乗ってない。赤保留多分4割以上あるはず。うんぴうんぴ。テンプ熱いよ。チャンス熱い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 。それで何を選ぶかだよね。あ、このどれかってこと。そう、発展先が沼。熱い熱い、6割ぐらいある。山さん、ビッグチャンス。いや、いいじゃん。いいですか。いいよ、それはあるよ、あるよ、あるよ。いや、でもビッグチャンスよね。あー、ダメでした。ダメ、あー、なんかダメそうだったもんな。ダメそうだったね、途中から。なんもなかった。いや、ちょっとまずいね、山さん。それ3万5千円ぐらい使ってるってことでしょうか。はい、もう当たる気がしない。2人で4万5000円だもんな。うん、そうだね、ちょっと周りも厳しいからね、やめようか。行きますか、芸人。うん、行こう。サダマが大きくマイナスに落ち込んだ2人は超イダ天の島へ。一発逆転なるか。あ、でもまあ前日12なんで悪くないですね。もうマイナスですか。マイナスになってるくさいね。こちらもサダマがマイナスに転じて苦しい戦いを強いられるコングと平沢。突破口を見出せるのか。宝箱出てきたよ。おー、魚群探索ゾーン。あ、スペシャルゾーン出たら当たり。当たり、これスペシャルゾーンが出ればいい。あ、そう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 。
でも 50% ぐらいあるよ。お願いいたします。これ出ねえんだよね。あのお願いいたします。グスやかけるんじゃない。はい、出たグスだから240走んない。6連続上がんなかった。上がんなかった。マジか。さっきと同じランプなんですよね。あ、じゃあ上がんないよ。コングさん、はい、なんかちょうど光った。光った。おめでとう。大泡だ。ちょうど移動するタイミングだったみたいで。あまあまあでもね、当たったんで、当たったんでよしでしょう。ね、弦に移動するっぽいんだけど、コングさん。なんで枝って打つの？いや、それ勝つためよ。お前に。いいよ、負けとけよ。お前に勝つんだよ。負けとけよ。いやだよ。なんで、なんで枝って打つ？うん、俺を無視したから。ちっちゃいな。ちっちゃいよ。勝ってやる。勝ってやるからな。もう喋んな。じゃあね。枝って打つなら喋んねえから。あ、冗談、ほんと通じないっすよ。怖いよコングさん。この間もイダペンで打たれてうちら負けてるから。夫婦なんだから。やだよ、ペアパチ離婚。ペアパチ離婚。ここで2人揃って時短駆け抜け単発終了。なかなか大きな出玉が得られず、自利品状態。なになに。あ、いやでもね、偶数なんだよな、また。とりあえず、とりあえず。この回転数なら全然ありですよ。ありありあり。今のは私にも分かった。分かった。よかった。終わっちゃった。あ、チャンス目来たよ。あ、ネッシー、ネッシー。ボタン、一撃、一撃。あれ、あ、でも告知 100% にするから、これなんなきゃダメなのか。わっとーい。結局変われ、変われ、結局変われ。おい、写真撮った。面白い。177回転。あなた面白いね。あなた面白いな。やりました、確変です。待望の確変大当たりを射止めた平沢。これで勝利はもらったも同然か。やっぱクリスタルボードだわ。なんで今まで楽に打ったんだよ。ここでも、ここでもレンジャーに回してくれればでかいよ。頑張る。見えてくるよ、一番場所が。最高の展開。いつぶりだろう。あの奇数図柄見たのは今日初です。ちょっとおっぱい痛くなってきたんだけど、どうしよう。知らねえわ。おい、止まれ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 。おい、いけ、進め進め。おい、ね、早いよ。またグース。セグは見たことあるやつ。えセグは見たことあるやつ。えあ、もうごめん、なんでもない。逆に私以外の人たちは聞き取れてますか、コングさんの話してる内容。お前失礼やな。だから私たちこれがやれてれば前回勝ててたんですよね。そうだね、うん、ねえ見て、なんか設定4ぐらいのグラフじゃない。設定4なら高設定じゃない。中間ですね、うん、ねえ怖いから行きたくない。あっちでも見ないといけない。渡ってたらどうしていいかわかんないんだけど、どうしよう。後ろ積んでるかどうか見るから。あ、積んでないね、よかった。相手の一挙手一投足に怯えるコンヒラペア。なかなかパッとしない展開だが、もうチャンス目、チャンス目だ。3回よし。あー、光んない。あ、カメ。当たれば確変。流れろ、流れろ。ギョギョ。
教官流れろ。あーあーっと遅れた。なになになに今遅れたからビッグファイブ。それは当たるでしょう。もう中津川も炎目なんで、もらいだもらい。オッケー、展開点。オッケー、コングは見事確変大当たりゲット。この大当たりが最下位脱落回避への希望の大当たりとなるか。さすが、やっぱ山田さんと一緒に一緒だけでコングさん出せるんですね。そうだね、ずっと山行ってほしい。もうペア間違っとるわ。目指すは1万発。ここでもう5、6年以上すればもう、あ、チャンス目。よし、タッチチャンス、タッチチャンス。当たれば、当たれば確変です。当たります、自分を信じて。ナイス。よし、やるね、やるね。最高2連の私と違って、どんどん大たり回数重ねていきます。どっちかが当たればいいんだよ、2人で打ってるんだから。いいね、チームっぽい。8戦目にして。手前で止まって、手前で止まって、当たっちゃった。いや、勢いに乗るコングだが、3連目は通常大当たり。その後、時短は駆け抜けてしまったが、チャンス目。うぇい、よし。でもね、偶数は弱いんですよね、チャンス目として。あるんだ、そういうの。あるよ。あ、ビッグバイブ。この目ギョガーズ。イエーイ。よし、ちょっと安心してあっちに行きます、私。よし、時短が抜けて43回転で大当たりゲット。これでサダマプラス1万発も現実的に。通常、まあ仕方ない、ほぼ確ではないけど、まあ、かなり濃厚かな。まだ向こうはどっちも当たってません。うん、それはそれきついな。頼みの綱の超イダテンへ移動してきたトラヤマンペア。相手ペアとの差は約2万発。大逆転なるか。お、シューホリュー。さあ今日山さん初当たりあるか。初当たり当たってほしい、ね。お、3点敗だ。最高じゃん。ロックン1段階ぐらいはあるかも。お、来た。うわー、熱い。音だけで、音だけで熱い。どうかな、頼む。あー、ダメダメ。やっぱダム出さないですよね。遠慮しなくていいのに。そうだね、ちょっと今日俺が頑張ってなんとかプラス終わってね。はい、プラスとは言わず半分ぐらいは。そうだね、ちょっと待ってて、待ちます。うん、やれる台は掴んでるから、やれる台は。この台も20ぐらい回ってますね。これ最初からイダテンだったね。いや本当ですよ。いや遠回りしちゃったねこれ。そうです ね、ミスですね。山田さんなんか10台ぐらい遠回りしてんだから。うーん、山田さんちょっと気が早いんだけど、はい、俺たちトップ通過する前提で、はい、そしたらもう決勝リーグあと2チームが勝って、うん、最後俺たちが決勝やって勝ったら優勝じゃん。はい、どのチームが出てきてほしい、このまま1位抜けするっていう前提で。そしたらもう林家隊長と結城さんはやめてほしいですね。あ、嫌なんだ、そこは嫌だ。なんか私ガチ勢に一番勝てる気がしないから。でもこの前勝ってるじゃん、あそこには。あ、そっか、うん、あそこにはっていうか全部勝ってるんだけど。あ、でもリッキーのとこの方が嫌か。俺もあそこ嫌。
なんかさ、このペアパチのことをなんか知り尽くしてる感じしない？なんかね、言ったまがちとか、本当。そうそうそう。いやちょっとね、今日はあの声がちょっと調子よくね、あの良くないんですけど、昨日ですね、あのあなたのチェロさんから夜電話かかってきて、夜ね、2時間ぐらい電話したのよ声出ないのに。そう、そのせいじゃないですか、むしろ。そう、そのせいかもしれないいやもうチェロさんチームはね、俺弱らしてる場合じゃないと思うわ。でむしろ今回俺たちが勝たないとね、チェロさんチームやばいわけだからね。確かに、うん、応援してほしいぐらいですよ。そう、まさかのね、俺を弱らせるっていう中津から7、あ、3、3、5か。お、7、熱い熱い熱い。え、この時点で後半発展濃厚だと思う。中7ですか。7だった。熱い熱い。あ、でも2だよ。2か。ただここ、はい、いや弱い。いやビッグチャンスだったけど無理っす。賛成もなし、何にもない。あ、それは無理だな。さすがに無理よこれは。いや、追い詰められた2人。第15章で圧倒的強さを見せつけた平山も今回はここまでか。お、おい、今日3回目です。3度目のってこともあるから。お、当たった。マジか来ましたよ。マジか。最後の最後にやっぱね、スターはやるんですよ、ね、スター当たんないとこないから。長かった。ギリプラスぐらいはいけんじゃない。私一人で、うん、プルでかけ厳しいでしょ。あ、でも頑張ります。全回転は連チャンしないんですよ。なんと土壇場でドックン全回転からの大当たり。もちろん上限ラッシュ突入濃厚です。まあ、軽い気持ちで平均ぐらい、はい、まず10連チャンぐらい。ちょっと、え、でも当たんなくて終われる、全然良かったじゃん。そうですね。いや素晴らしい、良かった。最後に当てられて。ちなみにこの前に入ったラッシュは3連でした。3連超えたいな。9だ。これは9ラウンドのやつですね。多分そろそろ終わると思いますよ。6から9で終わると思う外して、それちょっとその様子外して。もうはい、いいね。だから今日初めてよね、こうイヤホン通して山田さんのところからこういい音が聞こえてくるの本当です ね。最後の最後、ずっと普通のなんか変動してる BGM とかがずっと延々となんか確かにそう聞こえてきてたんだけど。長かったですね今日、本当に。いや、いい音。やっぱこれもね、結構ペアパスの醍醐味なんですよね。一人で打ってるとやっぱないことなんで。いいね。6連から9連の間で終わると予想した平山、7連を達成したところで。ね、終わるんですよこれ。今7連？あ、終わんなかった。素晴らしい。そのエステレアだよね。レアですね。レア、うん、まあたまにあるけどあんま出ない。いやなんかでもちょっと私が嘘を言ってるみたいだから、ちょっと終わってほしい気持ちは。いやいやいや山田さんいいのよ、予想とかそのいいか遊びの範囲内だからね。意外と当たんないでも、黄色のままでもたまに意外となんとかなるよね。当たるけど
ハンコ、ハンコちょうだい、ハンコ。ないか。終わったー。ヒラヤマンは可もなく不可もなくの12連終了。いずれ来るであろう決勝戦に期待しましょう。でも時間的にもうまくれないんで。そうですね、もうやめますか。じゃあやめましょうか。まあ気持ち、最後気持ちいいところで。はい、実戦終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、それではね、早速気になる結果の方を見てまいりましょう。はい、それでは、お願いします。せーの。噛み合わない。さあ、今後まくと平沢チームがプラス2385玉、そして虎松平山チームがマイナス18142玉ということで、今後まくと平沢チームの勝利となりました。イエーイ、よかった。マジこれ喜んでいいのかな。いや、でも1万発行きたかったね。とりあえずね。そうなんですよね。もっと出してれば、うん、もっと安泰。でも今日はね、私の引きが本当に悪かったですよ。そっか、初当たり引けるけど全然伸びなくて。いやー、今日頑張ったんですよ。今日頑張った。ってことは初めて頑張ったプラスだったの。結構そうでもなかった。誠が2000発プラス、私が385玉プラスって感じ。でもコウキさん7連敗できてね。そう、ようやく一勝じゃないですか。ようやくも一勝。やったー。今日初めてチームっぽかったね。そうだね、今日仲良かったもん、ね、今日あんまりギスギスしなかった。今日はもうね、当たったらイエーイってやつだね、二人で。コングさんとはギスギスしなかったけど、俺とギスギスしてますからね。そうちょっとなんかさ、なんていうか、神経を逆立てするようなことをさ、言うのよ、一言。よくないよ、それ勝負だから、それが勝負だから。さらっとそう、やめてくれと思って。我々勝ってたら、結構キレてる、多分。エンディング一言も喋ってないかもしれない。ほら、あるじゃん、やっぱあるじゃん。いや、だから今日終わってみたらね、あんま変わんなくて、今日は助けてくれる熱いって思ったら、はい、全く当たんなくて。いや、やっぱ違うんですよ。我々やっぱ決勝リーグ見せてるじゃないですか。はい、俺は決勝で仕事するんだよ。本当？もちろんです。当たった？後半戦当たりゼロ。あ、一番ひどい今日多分。いいね、なんかね。いつかヤマさんにお荷物って言われないように。いやいや、決勝でやるからヤマさん、決勝でね。ちょっと思い始めてる。もちょっと思わない、うん、もう限界来たら連絡ください。分かった、はい、ではね、そんな決勝戦にね、進出するチームも決まったんじゃないでしょうかね、今日の結果で。ちょっと見ていきましょう。はい、さあ、リーグ戦の対戦用、こちらになっております。ドン、はい、今日勝ちました。今後マクド平井佐伯チームが6ポイントになりましたが、この結果で、いや、今日勝ったことで一応首の皮つながったってことですよね。そうですね、ギリギリね。ただですね、結城さんのチームと、あとナオキックス君のチームがもう勝ち抜け決定、勝ち抜けというか、まあ4位以上が決定なので、最下位の可能性があるのはうちらと、あとチェロさんのチーム。チェロさん、あ、もうどっちかなんだ。だから最終戦で結城さんチームにチェロさんが負けたら最下位が決定するんだ、はい、勝てば逆に、負けた場合でもプラス、サダマプラス1万発だと3点入っちゃうんで、そうなっちゃうと敗退。うちらが入りたい。だからもうチェロさんたちにはもうマイナスで負けてもらわないと困るの。そうですね。でプラスで勝っちゃったら同点になって、こチェロさんたちが勝つってこと。直接対決で俺らが負けてるんで、そのお一人用だと、まあ、チェロさんが4位と。あ、そうか、同点になっちゃったらチェロさんたちが、あの、生き残れるよってことですよね。そうですね。とりあえず今日終わったすぐ LINE します。お願いします。私も連絡する。連絡しときましょう。これまだ先ですか。その結城さんのチームとチェロさんのチームが戦うのが2週間後先ぐらい。うわ、結構2週間安心できないの嫌だね、なんか。嫌だ、頑張って。ペアパチと共に生きてるのにね。そう、ペアパチと共に生きてるから。ペアパチにね、人生かけすぎよ、ほんと。あの、2週間の間ずっとピリピリしたまんま家の中で生活する、ね、やめて、それは。一旦忘れてください。長いな。さあ、それではですね、最終戦で、ゴールになるのは一体どっちのチームなんでしょうか。次回も熱いペアパチンコバトルをお楽しみに。さようなら。さようなら。頼む、勝ってくれ。次回、絶体絶命に追い詰められたあなたのチェロス大水プリンペア、最下位脱落が目前に迫る大一番。果たして2人の運命はいかに。そこにはここでは語り尽くせないドラマがあった。次回必見、お楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。
毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週月曜配信、ゼリンゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、キャプテンタク。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月のすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。